きました。Perdón, señor. ¿De dónde podría caminar para más? Sales a la carretera a mano derecha. Sí. Dos metros y luego subiendo dos casas a mano izquierda. Ah, sí, gracias. A ti. あっちの橋渡ったところで歩くところがあるんだって。じゃ行ってみよう。レッチゴー。レッチゴー。あれ修道院見える？どこ？あれか。ロープウェイの先。そうだよね。てかロープウェイ怖っ。15分で行けんじゃない？俺ら今から歩いてくんだ。アホだね。じゃあこんな感じ。こっから1時間10 40分わかんないけど結構すごいね。結構すごいよ。どんどん行こう。やべやべ。パルクナトゥラールドラモンターニャデモンテスモンセラート。ラップランドでしょ。そうだね。フィンランドでの教訓を全く生かしてないっていう。登山じゃなくてもうロッククライミングやん。よいしょ。景色が綺麗。ラーラ。おじいちゃんたち重装備でしたけど、なんかあのスティックとか持ってたけど、これだったらスティックいるかもね。やべ。でもだいぶだいぶってこれめっちゃ近い。やべ、あそこがゴールは。これとほら急にノースペースノースペースキャンプギアになる。キャンプギアになった。たっちゃんあのロープウェイ15分で観光客いないんすけど。あらあらあるってことはこれ階段じゃないか、石段というか人が行く道なんだよ。え、それはそうだ。うん、すごいなんかこう絵に描いたようなこの山と山のね。綺麗だね。植物も春だね。すごいね。うん、今日何日？2月1日バルサはもう春みたいな感じです。結構な高さまで来ましたよ。ほんと道こっちで合ってんの？私が聞きたいよ。本当にでもおじいちゃんたちは下ってきたからね。でもどこから来たか聞いてないけど、ね、町があの上にあるのかな。あるってたっちゃんが言ってたじゃん。いやだからやばいね。リサーチとか取得してくればしてないの？あのだからジェフにだからロープウェイでしょ。ハイキング、いやじゃあジェフがハイキングしたっていう。したんだ。うん、そっか。けど俺ハイキングってさ、なんかこうトレッキングをこう歩いていくもんなのかなと思ったんだけど、うん、でこれさガチのやつやん。ガチかな。え、こんなの
へでもないですか。いや、そうじゃないけど、なんだろうね。この絶壁どうやって登るんだろうね。よいしょ。よいしょ。ちょっと行きましょう。合ってるんだったら。うん。人の足跡。ある？うん。よし。寒くなった。うん、ちょっとね。すごい。けどこのパイプみたいなの見えて。あれ何あの遺跡みたいのほら。あれは。おお、何あれ。なんかウォールみたいな。どう？矢印ある。あった、よかった。よかった。合ってるね、合ってるけど、ここツルツルでここ落ちたら危ないから。このガチだ。この岩肌。ここ濡れてるんだよ。うわー、すげえ。これはガイドブックには載ってないだろうな。ちょっと落ちないですね。濡れてるよ、だって気をつけないと。マジで。私しか気をつけない。はい。ファイトちっちゃく行くからさ、怖い。よし、印ある。これやばい。断崖絶壁とまではいかないけど、高いとこ無理な人は無理だろうな。いて、チクチクする。あ、やった。よし。もう崖の近くじゃない。おお。vamos vamos vamos。よしよし。ワンコの後をついていくぞ。なおちゃん超心強い味方が。先生と呼ばせてください。Estamos preocupados esta calle para a Montserrat. Si sabemos si el camino va a Montserrat. Sí.Monasterio. No, no, no lo tenemos tan claro, pero creo que sí. ¿Sí? Diría que sí. Esta calle es para... Monasterio. Monasterio. Bueno, sí, es para la Fonda de las Aguas, ¿no? Ah. Es la que estamos haciendo, es la Fonda de las Aguas. No, va, pasa por la fuente y va al monasterio. Vale. Abajo estaba indicado el monasterio a una hora y cuarto. Sí. ¡Ah! ¡Sugoi!嘘。どんな感じ？お、本当だ。これだよ、これ。そうだよ、これ。これが。え、てか俺ら道間違えたとかないよね。あと50分。え？あれ？どっち？ワンコが行ったのがあっちの道だけど。あ、え、てか待って、こっから25分って書いてある。今来た道。下りだから。あー、じゃない？モニストでモンセラート。え、どっち？こっちだよ。うん、モニス。すげえ。あと50分。こんな楽、さっきから比べたら楽な道50分だったら結構いけそう。うわー、はーい、引き続き頑張ります。あ、じゃなくてあれゴンドラの駅じゃないか。あれ？てかゴンドラ見えてないよね。見えてない。だってあ、この反対側だもん。何あれ？電線？よし。これだよ。俺はこういうのを想像してた。うん。トレッキングコースみたいな。うん。間違いようが。じゃあなんかいいんだ。歩くのも登るのもいいんだ。だけど、道が合ってるか心配だ。道が合ってるかね。うん。あ、なんか、なんかある。階段じゃん。うん。待って、さっきから5分しか進んでない。だって45分。さっき50分で書いてあったから、さっきのとこ5分で来たこと思う。エスタシオエルベロハイドアポート。425メートル上だ。うわー、ブエナスウェルテ。よいしょ。
でもこれ正規のルートでしょ。うん、階段もありそうじゃない。急だね。まああんな断崖絶壁だもんね。俺ら今425m 登らなきゃいけないんだよね。すーごい。でも頂上行ったらもっとすげえんじゃねえ。そうだね、こっあの階段が動画とかじゃ伝わらないよね、この急さが。これさっき下から見た断崖絶壁の岩でも、あの上もある。大丈夫ですか。うん、そう、さっき見た。425m って東京タワーより高いよね。あのさ、階段見たとき、上見たときに登れんのかなと思ったけど、来たよね。よし、行きましょう。こっちから今来て、モネスティールデモンスモンセラート、こっちです。準備 OK？ うん、急だから気をつけて、だって OK、 レッツゴー、バモス。なんかいっぱいパイプが見えてきました。お、なんか見えた。見えた？ほら、なんか円形。あ、ほんとだ。大丈夫っしょ。え、大丈夫だよ。さっきの、わー、すげえ。円形の建物があるとこかな。うん。なんか水の音するし、ひんやりするし、ちょっと湿気があるような気がするから。ね、肌で感じるよね、なんか。うん、すげえ。下から見た時はもうね、ここなんて登れるのかなと思って。ね、これ多分トップのあれだよね、下から見た。そうだね、もう近いね。うわ、さっき水だと思った音は何だったんだろうね。わかんない。下行って、こっから繋がってんだよ多分。もう下やばいね。俺らあそこから来たの。張り紙が書いてある。ある10分。いやー、よかった。こっから舗装された道になった。うん。ていうか、あっちじゃないよ。こっちだよ。え？あ、上？うん。モネスティールでモンセラートってこっちだよ。じゃあ、やっとついに、ロープウェイのロープが見える。すげえ。あ、あれだ、シルドイ見えた。ああ、めっちゃいいな、このビュー。ロープウェイ下がる。帰りはあれに乗っていこう。あ、見える。怖い怖い、下怖い。ああ、帰りはロープウェイ。ついに着きました。ロープウェイで来てすぐ着きました。ロープウェイ15分だっけ。いやっていうかさ、普通にロープウェイ来てさ、こっからの景色の方が全然すごくね。いや、途中の方が綺麗なのかな。途中の方が綺麗。すげえ、普通にすごいお土産もね。カフェテリアとかお土産もねとかあんねん。いやー、っていうか修道院行かないと。はぁ、到着です。おお。
ごめんなさい。切ります。クロマリア様の銅像に触ってきました。とっても神秘的な気持ちになっています。12世紀からあるんだけど、ナポレオンに壊されちゃって修復されて、いやすごいですな、ね。